どうもこんばんは、シオンです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。で、今回はですね、サイコから始めてサバイバー全キャラ消化してですね、またサイコに戻ってきて2キャラやって終了と、そんな感じでやっていこうと思います。よろしくお願いします。では早速やっていきましょうか。まずは肉屋から。まあ何度も言いますけどね、そろそろ新しいサイコとかね、新しいキャラをやりたいところなんですが、全く音沙汰がないですよね。作ってんのかな、本当にどうなんでしょうね。まあ作っていてほしいところではあるんですけどね。ただこのホラーフィールドっていうゲームね、私が始めたきっかけっていうのがチャーリーを使いたかったからなんですよね。まあ実装はずっとされてないわけですけども。で、左側で音聞こえますね。あれ、あ、そうか、扉通れないや。なんでサバイバーのつもりでプレイしてるんでしょうね。で、左側でおじいちゃんが叫んでたので左行きましょうか。いきなりやらかしましたね。さて、おじいちゃんはどこかな。チャーリーで銃をぶっ放したいからこのゲームを始めたはずなのに、未だに実装されてないというね、あの悲しみを背負ってるわけですけども。まあ、やりたいのもあるんですけど、ストーリークエストってね、あのチャーリーのねアイテムマジットがないとストーリークエストがね先進まないんですよ。なんでそこで止まってる方がね、かなりね、ゲームプレイをね長くやってる方だといると思うんですけど。あ、上で足跡ありましたね。なんでね、それを実装してくれないことにはもうどうにもならないというね、そんな感じですよね。で、ここジェネレーターないな。で、まずいですね。あっという間に残り2台になってます。ちょっと破壊しときましょう。このままではゲームが終わってしまいます。で、足跡ありましたね。ただこのゲームの懐中電灯投げてる感じからいくと、あ、一気に2台つきましたね。なんか銃もなんか投げてるモーションになりそうな気もしないでもないですけどね。まあそんなのはどうでもいいんで、あのキャラを追加してください、本当にお願いします。で、それと同時に救助されましたね。救助早いですね。で、ジェネレーターつくのも尋常じゃない速さですね。うーじゃないよ。さすがにどうも仕留めていかないとまずいですね。残り1つなんで、そろそろつきそうな感じですけど、マーカスにちょっと重いんだけど、いきなり動きが止まり、マーカスはお散歩中、しかもミスる。もういい、ハープン投げます。で、ゲイリー2人が負傷中で、上でウーって叫んでましたよね。で、通電しましたね。で、ウーってまた叫んで、あれ、上でウーって、こっちのゲイリーじゃないのかな、どうでしょう。ただ方向を間違えるとゲートまでたどり着けない。あ、足跡ありましたね。助かった。上がゲイリーでしたね。これはゲート開けるの無理でしょう。はい、さよなら。そしてゲート蹴って落ち込む。開幕やらかしたんですけどね、なんとかなりましたね。で、このゲーム私が始めた時ですね、まあ、随分前なんですけど、その時からね、もうこのアイコン2つあったんですよね。これとね、あとチャーリーですね。アイコンはあったのにね、あれから1年以上経って未だにね未実装というね状況なんで、まあ世界的な情勢としてもね、あのウイルス流行ってるというか、なんとも言えない感じではあるんですけどね。ただ、さすがにね、1年半以上も放置してるのはどうなんでしょうね。で、気づいたらマーカスが3人いますね。嫌な感じだ。で、さらにゲイリーと。じゃあまずは壁を使って4人目のマーカスになって歩いていきましょう。なんか足跡があったんで追っていきましょう。どこにいるんだろう。この逃げづらいところかな。どうも。え、どうも。今近づいた瞬間逃げましたよね。もうバレてたな。
なんで私はもうハープーン投げてました。いやーまあ変身がね、まあ確かに開幕にねアイテム使うときに音鳴るんで、あもう救助されましたね。扉破壊して回ろうかと思ったら早いな。で足音が聞こえますね。手に入れておきましょう。突きかけを潰せたのはでかい。ただ赤い足跡も見つけましたね。でゲイリーもいました。このジェネレーター得意な人間を、あれなんで外れる、変な外し方しましたね。ジェネレーター得意な人間を潰しておきたい。当たれ、まず一発。そしてさらに、おっと加速した状態を追撃入れていく。そしてマーカス回復しましたね。で1台ジェネレーター破壊できるんでここ破壊しておきましょう。そして早いよ、もう救助したのかい。牢屋入れた瞬間に救助されましたね。扉破壊してる暇もないですね。で足跡がこっちに続いています。で1台つけられて残り4つ。でゲイリーを追い込む。なんか左側でボッコンボコン爆発してますね。この扉は破壊しておきましょう。別の扉残しておくとね本当に後半厄介なんでね。ポーションの効果が切れましたね。そして1台破壊したにもかかわらず2台あっという間につけられる。でこっち側に逃げていく。で残りはマーカスなんでもう問答不要で8分ですね。で左側で足音するんで戻りましょう。ぐるっと回って救助に行ったかもしれません。どこだ、左側で音するな。でも上で叫んでいる。どういうことだ、2人とも2人で来て、あ、いましたね。なんか左下の方でも足音聞こえるんですけど、上に釣られていきましょう。まずは一撃与えて、でミス、ミス痛いな本当に。あ、ジェネレーターやってる音が聞こえますね。近くにいましたね。でゲージをゼロに戻して救助を阻止しに行きましょう。ここも動いている。ここも破壊、これはでかいぞ。でどこ行ったんでしょうね。救助に行ったのかと思いきやどっか行っちゃいましたね。ん、左側でなんかかすかに音が聞こえましたね。でジェネレーターついて残り2つ。では鉄の扉破壊しながら探しましょう。で残り1人になりましたね。でちょうど叫んでくれたので持っていきましょう。そしてハープンのクールタイムが終わりました。ここつけたんですかね。どこ行った、あーなるほど、蹴ったところを行って爆発させて、いや蹴り入れておきましょう。ジェネレーター修理はさせんぞ。でまずは一発。で扉開けてないんで上に行ってますね。いやいやいや、突っ込んでこられて普通に回避されましたね。なんとかマーカス軍団もね仕留めることができましたと。1万超えですね。ではサバイバー側やっていきましょうか。あ、間違えた、普通に、ジャックから順番にやっていきましょうか。で、お相手は肉屋でゲイリーとジャック2人とリナですね。で右上のでかい建物からスタートで開幕アイテム使ってますね。何を使ってるか分かんないんで非常に怖いところですが、んいきなりワンパン食らってますね。ただこれでアイテムの効果切れましたね。でリナが走ってきてわざわざ扉でガチャリと音を鳴らしてから開ける。そう、この扉開ける音って結構響くんですよね。
で、ほぼ2台同時に着きました。で、右側のここのね、牢屋横の扉は生きているんで、多少強引にでも救助しちゃいましょう。どうしてもここの入り口に行きたいみたいですね、ボット君たちは。で、どっから来る？で、懐中電灯投げつけて、さあ追ってくるかな、それともゲイリーに追撃を入れる感じでしょうかね。どうでしょう、かなり近くにいますね。あ、爆発していく。場所をアピールしてしまった。つけ切りたい、なんとかしてくれ。あぶね、強引につけて、そっから指輪使いました。なんでついてくる。え、今バレてたのかな、それとも山張られてたのか、どっちでしょう。閉めて、よし、なんとか間に合う。ただ扉蹴ってないですね。一緒に回り込んできた感じでしょうか。で、指輪と懐中電灯、そしてアイテムがね、今ない状態なんで、クールタイムを待ちたいところで、そうしてる間に通電しましたね。で、心音が小さくなっていってるんで、開けちゃいましょう。で、ゲイリーも来ましたね。2人で開ければ大丈夫でしょう。で、1人はもうすでに出てますね。あ、みんな出てますね。じゃあ私も脱出しましょう。強引につけてて危なかったんですけどね、なんとか出れましたね。下手するとワンパン食らいますからね。マーカス以外で強引にやるのは結構危ないんですよね。では次メアリー行きましょう。なんかマーカス多くないですか今日。マーカス2人とフィルで、お相手は肉屋で、マップはバンカーですね。上のゲート前からスタート。ここにジェネレーターはない。珍しいですね、ここほとんどあるのにね。で、この内側にありますね。で、ここにもなくて、じゃあここツールキット使ってやっていきましょう。で、マーカスはどっか行っちゃいましたね。で、一瞬心音鳴ってたんですけど消えましたね。あれ、どっから来たの、ぐるっと回ってきたんでしょうかね、それとも別のマーカスなのかちょっとわかんないですけど。で、まずは一つ目で、心音が鳴り始めましたね。ただ結構遠くにいる感じなんでしょうかね。で、ここにもジェネレーターがなくて、ここは下にもない、ということはここら辺にあるはず。ありましたね。じゃあここやっちゃいましょうか。なるべくね、ツールキットの効果時間内に1台でも多くね、回したいところですよね。ちょっとこっち来てんじゃないの、行ってハープーン飛んできましたね。あれは無理ですね。急に操作できなくなったと思ったらやられましたね。久々に牢屋ぶち込まれたような気がします。で、味方は何やってんのかな。意外と近くにいるんですけど、3人同時に行動してますね。これ助けに来るんですかね。最近この状況になってないんで全くわからないです。さあどうでしょう。足音は近くで聞こえるんですけど、あ、来てくれましたね。マーカス軍団来てくれて、おじいちゃんが無視して逃げていく。ありがとう、助けてくれて。じゃあ私は消えましょう。牢屋の中で死亡は免れた。で、即回復しましょう。さすがメアリー、回復がめちゃくちゃ早い。ただこれは最後連れてきたんじゃないのか。木の扉蹴ってるんでこっち来てますよね。どうする、これ指輪のクールタイムが終わるまではね、あまり無理をしたくないですね。ただ残ってるジェネレーターが3台あります。結構まずい状況ですね。扉もいろいろ破壊されているんで。で、おじいちゃんが気づいたら牢屋にぶち込まれてますね。
かもハープン飛んでくるかもしれないんで怖いですよね。もうマーカス軍団に救助任せましょう。でそう言ってるとこっち来るんですよね。なんかジェネレーター爆発する音が聞こえます。で強引につけて残り2台で怖いんで扉の方まで逃げましょう。このジェネレーターやってるんでしょうね。近くで爆発する音が聞こえたんですけど。でマーカスが食らっている。誰も救助に行かない感じでしょうか。でもおじいちゃん私のところ救助来なかったよね。あれ新しい人が入ってきたと同時におじいちゃんが救助してますね。で味方が食らってる効果で足が速くなってます。でここ突きかけなんでつけちゃいましょう。でこれで残り1つ。でちょっとねみんな食らってるんで回復しちゃいましょうか。立て直さないと総崩れする可能性があるんでね。あれおじいちゃん回復してたんじゃないんだマーカス自己回復してたんですね。全く分からなかった。触った瞬間に爆発はダメですよね。これはさすがにきつい、まあ、来ますよねこれね。でジェネレーター蹴る音が聞こえました。これでゲージがゼロに戻りましたね。これなんとかおじいちゃんと一緒に直せばねなると思うんですけどね。できれば安全なところでジェネレーターを触りたいところ。ただ時間をかければかけるほど扉が破壊されてしまうんでね、逃げる手段がなくなっていきます。ここでいいか。あ、もうやりかけじゃないですか。で通電してなんか追われてるっぽいんで扉まで逃げましょう。閉めて。よし間に合った。ハープーンが飛んでくるかどうかヒヤヒヤもんだったんですけどね、飛んでこなかったですね。ある意味助かりました。ただ油断はできないですね。たげられないようにしないといけません。そして3人脱出済み。どっちが空いてる。空いてる。で逃げ切れないと思ったので懐中電灯を投げてから出ました。まあ、半分飛んでくるかもしれないんでね。非常に怖かったですね。でアイテムを回収しましょう。では次ゲイリー行きましょう。でお相手は崇拝者でマーカスとジャックとフィル。で人員来ましたね。崇拝者に人員、そしてゲイリー。きついですね。行きましょう。まずは寺院内のジェネレーターを触りたいところ。急ぎましょう。で怖いんでコンパス使います。でマップの下の方に向かってってますね。じゃあ今のうちにこれをつけてなんとか扉のあるね建物まで移動しましょう。まずは1つ目。やってるな。え、意外と近くにいるな。まずい。これはジャックと一緒に逃げると私の方が足遅いんで捕まるのは私。いや引き継ぎましょう。でこれで2台目が完了しましたね。おじいちゃん何やってるんでしょうね。最後にアイテムを投げつけてますね。おじいちゃんいました。はいじゃないよ。なんで返事する。場所バレましたね。でさらについて残り2台で2人で直してるんであっという間につきますね。これで残り1つ。では残ってるジェネレーターを探しましょう。どこだ。なんか木の扉を蹴る音が聞こえましたね。左側でしょうか。
あ、いますね。で、上に向かってってる。こっちはバレてないみたいですね。で、ここにジェネレーターがあるんで、やっちゃいましょう。ただ、強引につけるのは無理ですね。このキャラだと逃げ切れないんで、最後に見つかるのは避けたいところで、通電して、これ来るんじゃないかな。まあいいや、強引に行きましょう。で、ゲートオープンですね。普通に開きました。なんか上で扉蹴ってたような気がするんですけどね。ちょっと左側のゲートの方を見に行きましょう。マーカス食らってますね。あ、2人食らって脱出済み。まずやらかした。ってことはこっち開いてないんじゃないですかね。あ、やっぱり開いてないわ。開けるか。で、残り1人しかいないのにゲート開けて通知入ってるんで、こっち来るかもしれないんですけど、さらに叫んで場所を教えてますけど、信用はならずじまい。諦めたんでしょうか。じゃあ出ましょう。では次、リナ行きましょう。で、お相手は崇拝者で、ゲイリーとリナ2人目、リナ3人目。いや、これはきついですよ。ゲイリーが地獄だと思います。ただでさえ相性の悪い崇拝者と、足跡が残るのがね、ゲイリー1人だけというね。もう見つかったら、足跡見つかったらゲイリー確定。で、心音が近くで鳴ってるんですけど、今のところ、あ、こっち来てますね。来る、いや、違うな。誰か追ってる感じなんでしょうかね。心音の鳴り方が近づいたり遠くに行ったり、そんな感じなんで。で、あっという間に3台着きましたね。早すぎるぞ。どんどん行きましょう。で、リナがまず一発食らう。で、追撃はどうなんでしょうね。結構粘ってるみたいですけど、心音が鳴り始める。そしてここもつけて残り一つになりましたね。あれ、リナ狙ってないんですかね。で、かなり近くにいるんですけど、ゲイリーが逃げていく。ここに隠れてたらバレないとか、そういうことないんですかね。まあいいや、そんなことやってないでジェネレーター回しましょう。もうここ突きかけなんでね、ゲイリーが邪魔で触れなかったですね。なんてこったい。まさかのジェネレーターブロック。で、開けきって、3人出ましたね。出るまで時間稼ごうとしたんですけど、完全にやらかした感じ。下は開いてない。で、追われてるんでさすがに無理ですね。右側ですね。マップの右に逃げましょう。あ、回り込んできてるかな。ですが、間に合いますね。出ましょう。では次、マーカス行きましょう。で、いきなりマーカス2人、マーカスが3人。まさかの違いましたね。ただマーカス率高すぎないですかね。で、お相手は崇拝者ですね。で、みんなすれ違っていきますね。
今回マップの左側に4人ともいますね。で、2人でつけ切って私の方に来てないのに我慢できずにグレネードを投げつけてしまった。まあいいや、次のジェネレーターを探しましょう。で、ここにあるんでやっていきましょう。なんでしょう、なんか鉄の扉を開ける音が聞こえるんですけど、追われてる感じなんでしょうかね。あら、ジェネレーターがないですね。じゃあこの上はどうでしょう。あ、ここにありますね。あっと、行った瞬間に着いた。で、残り2台になりましたね。ここはどうでしょう。ここはない。で、最後も近いですね。もう2人で強引に行きましょう。ああ、来てる時に爆発していく。そしてリーナはガン逃げ。これはジェネレーター蹴られる感じでしょうかね。なぜ爆発する。毎回爆発しますね。なんでだよ、おかしいおかしい。触った瞬間に爆発はおかしい。なんとかここを直しきりたいところ。はい、つけ切って残り一つ。蹴られてないですね。ラッキー。つけ切りましょう。ただかなり近くにいるんで非常に嫌な感じですね。どうする、ゲートの方行くのかな。じゃあ、あえて反対側に向かいましょう。下のゲートの方に向かいましょう。おそらく上のゲートに向かってると思うん で誰か開けてますね。で、2人で開け切ってお迎えに行きましょう。で、自力で開けてるんですが、どうだ、失敗。ほうじゃないよ。で、2人は脱出済み。あー、下から来る感じか。じゃあちょっと時間稼ごうかなと思ったんですけど、扉がないですね。あっぶね。で、露骨に扉開けてたんですけど釣られなかったですね。で、2回目ぶち込まれる。これは救助厳しいかな。どうでしょうね、まあ、懲りずに救助して下に逃げるんだ。なんとか逃げ切ってください。もう私が肉壁します。あ、行けましたね。じゃあ出ましょう。今回ことごとくジェネレーターをね、触った瞬間に爆発が多かったですね。あれをやられちゃうともうどうしようもないですね。これからやろうとしてるところがもうバレバレなんでね。では、おじいちゃんやっていきましょう。で、ゲイリー、マーカス、フィルと来て、お相手は崇拝者、そしてリナ。リナ、マーカス多いですね。で、今回バンカー多めです。行きましょう。そしてさらに上のゲートの前からスタートで、ここにジェネレーターはある。あ、また爆発していく。嫌な感じだ。これは来るかな。どうでしょうね。心音の鳴り方からして微妙な感じですけど、いやいや、着く寸前にも爆発とかさ、わざわざアピールしなくていいでしょ。
やいや、3回目の爆発ですね。どんだけ場所を教えたいんだよ、おじいちゃん。で、4台目つきましたね。早い。でも追われてるんでどうしようもないんで懐中電灯投げます。まあそりゃそんなボコボコ爆発してれば来ますよね。アピールしすぎです。おじいちゃんよく叫ぶし爆発も多いですよね。ここ一緒にやっちゃいましょう。で、これで残り一つで、サイコはどこにいるんでしょうね。誰かがアイテムをサイコに投げつけていますね。で、先ほどやっていたジェネレーターのところに戻りたいところではあるんですけどね。あ、ここでいいや。こっちの方がまだ安全でしょう。いやいやいや、なんで爆発すんだよ。静水に投げましょう。で、3人で逃げてます。じゃあ私を上から回っていきましょう。で、私の方に来ている。まずい。鉄格子がない。鉄の扉もない。まずいですね。ほとんど扉が破壊されてます。通電してくれましたね。助かりました。で、なんとかバレないように心音が鳴ってない方にゲートを開けに行きたいところですが、あ、こっち側で強くなってて3人脱出ということはもう出てますよね。ってことはこっち開いてるんじゃないかな。開いてましたね。じゃあ出ましょう。で、最後は上のゲートを見に行ったはず。入れ違いでしたね。上を開けなくてよかったです。では、サイコ側2キャラやって終わりましょう。じゃあまず崇拝者からいきましょうか。まずはフィルで、もう毎回いますね、マーカス。で、もうほぼセット、リナですね。で、ゲイリーと。で、今回多めのマップ、バンカーですね。で、ガチャリと聞こえたんで、左側に向かいます。ガチャリ、え、こっち？いましたね。で、これは誰かな、マーカス。で、まずはマーカスを見かけたら迷わずハープン。さらに痕跡を残させるためにリナをナイフでダメージ与えて、ゲイリーが下で叫んでましたね。じゃあ戻りましょう。おそらくジェネレーターつけてから救助来ると思うんですけど、ここ蹴ってみましょうか。即救助に来ていたら2人とも救助されましたね。で、ここをつけたばかりなので痕跡を見つけることができましたね。いや、破壊しましょう。で、ついたと同時に破壊して残り4台になりました。そしてゲイリーを追跡中ですね。で、姿が見えて、まず一撃。あ、救助されましたね。完全に釣られましたね。ただ一人リナは死亡しました。救助間に合わず。ただおじいちゃんまだ近くにいるかもしれませんね。即戻りましょう。なんか左側で足音が聞こえる。あ、いましたね。で、こっち行って下に向かって行っている。おじいちゃんいました。まずは一撃入れましょう。で、扉の中には入っていない。じゃあ左です。左ですね。で、マーカスどこ行ったんでしょうね。で、残るは一人。
炎の音が大きすぎて足音が聞こえづらいですね。どこだ？探しましょう。で、おじいちゃんも死亡し、残り一人負傷者ですね。マーカスが負傷した状態です。扉を破壊しながら探していきましょう。近くに行ってね、叫んでくれればありがたいんですけどね。またはジェネレーターが爆発してくれれば特定できるんですけど、なんか物音は聞こえるんですけどね。ん？上かな？いや、左側かな。足音消えましたね。どこだ？負傷してるのにそんなに遠くには行けないと思うんですけど。いや、もう残ってるジェネレーター見回るしかないですね。ここまで来たら、ね、扉を破壊して、おっと叫んでくれる。左側、ここやってましたね。うわ、きつく寸前に。これはきついですよね。これなんですよね、叫びシステムの恐ろしいところは。で、近くで足音が聞こえます。あ、いましたね。ようやく見つけました。いやいや、安定のミス。当たって終了と。アイテム回収しましょう。では全キルできればラスト肉屋やっていきましょう。そういえば今回は前回までと違って一瞬で4台つけられて、ね、かなり積む状態になってないですね。で、今回はジャック2人、そしてゲイリーとリナ、珍しくマーカスがいませんね。鉄の扉を開けろと。なんか右側から聞こえた気がするんですけど、まあいいや。左側の方がサバイバー多いんで。あ、ちょうど叫んでくれましたね。助かった。しかもやりかけを潰すことができました。これはでかい。さらにジェネレーター得意なゲイリーを見つける。上にリナがいましたね。リナに攻撃を入れたかったところなんですけど、1秒救助は封じたかった。で、早くも2台目がついていく。言ったそばからガンガンつけられてますね。とりあえず鉄の扉を破壊しておきましょう。ここの扉本当に強いんでね、早めに壊しておかないと大変なことになります。で、今度は使います。で、上にかなり近くにいますね。これはリナかな。で、足音聞こえて、合いましたね。で、まずは一撃。あー、それと同時に救助か。完全におとりでしたね。そして自分がついて残り2台。かなりのハイペースでジェネレーターがつけられている。ただ足跡は見つかりましたね。で、ゲイリーに追撃を入れて、今のところ牢屋2人ぶち込み済み。そしてジャックに一撃入れ、ジェネレーターに距離を入れ、追っていきましょう。どこだ？
あ、いましたね。上に行ってます。足跡が残らないように隠れてました。そして緑の足跡がありましたね。どこだ？左側に続いてます。で、万が一がないようにジェネレーターを破壊しながら追っていきましょう。ただジャックは足が速いので、ちょっとでもね遅れると緑の足跡がね消えちゃうので、ね、気をつけないといけません。そして残り4台になりました。で、もう姿を捕捉済み。ただ扉閉められる、これは痛いぞ。で、救助向かわれてしまうかもしれないので即戻りましょう。あ、ここの扉も壊してなかった。まずいな。しかも引っかかる、焦ってますね。で、救助されて、ただ救助されたばかりなので追撃を入れて、救助に来たジャックは右側に行きましたね。そこでそれてすぐ救助する感じなんでしょうかね。やはりそうでしたね。あれ、どこ行った？こっち側に向かっていったということは突き抜けていったんでしょうか。どうでしょう。ん、足音が、あ、いましたね。で、蹴り入れて、もうこうなればこっちのもんですね。で、運よくワンパン入って終了と。ではアイテムとデイリー回収して終わりましょう。では今回の配信はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。失礼します。